はい、じゃあ世間でやられてる範囲筋ちょっとやっていただきますね。かわいそうですけどね。さあ、いくよ。はい、後頭部手を置いて、はい、いきます。顎上げながら、はい、どうぞ。いきます。顎上げながら、はい、どうぞ。今のはすごい。お笑い芸人の人や。誰も語れへん。もうできへん。もうこれね、今のあんなことしてしまったら今の書きでも効果出てしまいます。笑い効果の方が勝る。もう連といて。一応ね、連といて。出さんといてもこれ匂わんといてもそっちで言ってもはい、はい、もう一回これ前ね一生語り継がれるで。はい、どうぞ。出さんといてやめてもはい、どうぞ。さすが、やっぱ身体能力すごいね。あと1回でいいよ。はい、はい、立って。立てません。見てください、さっきあの平行だったと全然違う。見て、ほら、ソル運動したのにこうなるでしょ。そう、ソル運動したのに丸くなっちゃうんですよ。で、骨盤もまた、あとこっち上がったね、こうなるねっていうことになります。毛の話忘れてる。皆さんもやるときこかなくていいからね。出ないんですけど。すごいね。もうすいません。どうやったらこんな天才が育つんですかね。これ間違えてるんですね。間違えてるの。間違えてる背景だから。そうですね。あ、確かに。そうですね。そうだね。もうあれや、肩書き背景でヘが出る。背景、今の間違えてるのも2箇所間違えてるところがあって、ここにしか病背景出てこないですね。つまりこの形にならなあかんのですよっていう視点で考えたら、これも間違えてる箇所が2箇所ってことは腹筋の方ですね。なのでヘが出てしまうんですよ。納得。そうですね。こう腹筋からバッタッと。普通背筋出ない。普通背筋出ないです。力入るもうね。普通入らないから。これも腹筋の方に収縮入る。毛が出てしまう。声ね。なので、今から正しい背筋ね。まず両側の背筋運動を教えますね。これも見たことないで。どうやらいいかっていうと、最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。